百日間に来たワニで神、えー、木龍之介役のワニですあ、逆ですね逆は逆は逆ワニ役の神木龍之介です <laughs> よろしくお願いしますネズミ役の中村智也ですモグロ役の木村すです先輩役の荒木ゆ子ですカエル役の山田幸ですということで今僕たちはまさに今本当に今さっき <laughs> 完成されたものを言いましたけれども、うん、どうでした皆さん ほやほやのね,ややね言葉を取りたいという意図だったんですけど思ったよりもスバル君の直しに時間がかかったと <laughs> ちょっと涙を拭きに行ってたのあ,<ー>あさすがおしゃれ,おしゃれ本当にねおしゃれ呼吸してたもんなスバル君ん <laughs> 前の方から声聞こえてたもん、ね、ラーメンすすってるシーンあたりでもう泣き、うん、泣いてたもんねずっと,<何>ずっと とのの違う,違うのよ。あのさ、割と俺ちゃんと感動してるのよ。かちょっとこのなんかこれ余韻に今浸ってるのになこの突っ込ませないでくい。<laughs> なんかこれよかったねみたいな話をし <laughs> どう以上に。アフレコしてる時はなんかあの間合いとかが全然私想像できなかったんですけど映画になってみたらなんかすごいこの間にもなんか含みがあって見えたしなんかすごいテンポ感がすごい良かったなって60分あっという間でしたね。 うん、ありがとうございます多くを程よく語ってないですよね。気持ちをなんかこう説明してるセリフがあんまりなくてだけどなんかこう見てるとか言葉にするのも難しいけど、まあ、言葉にするとしたらまあ統一じゃなくて多分一人一人感じる言葉の表現になるんだろうなとは思ってる。うん けどなんか子供たちも楽しんでキャラクターとか可愛いし大人の人たちもなんか思うところがいっぱいある、うんうん、なんか考えれるというか感じれる映画になってるなっていうのはすごく思いました。勇気は前半は知らないもんね。あアフレコでもさ前半は出てないからいなかったし。 劉は逆に後半知らなかった。その辺はどういう風にやってるか。そうそう。二人はどうだったの？前半と後半それぞれ知らないとこ見たわけじゃ。俺らはじゃあ知っちゃってる。あそう。面白かった。カエルくんのあの軽さ。だめ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 。軽いよね。最後の曲くなかったですか？曲やい生き物係さんの。そう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 。なんか私初めて聞いたので今回の試写で、あこんな曲だったんだいいと思いながら。 つばるくんどうでしたいやもうね、カエルやばかったなぁと思って <laughs> カエルねカエルめっちゃ良かった、うん、本当にマジでなんかさ、こうやっぱこう途中まで半分かけてさ、うん、なんか僕らのこのなんか仲間の雰囲気というか、うん、こんなんかテンポみたいなものとかさ、なんか絆みたいなのがあってさやっぱちょっとこう異物感があるというか、うん、ちょっとこう特殊なんだよね、グッと入ってくるだからみんなこう、なんかうってなるんだけど、うん なんかそのカエルにもやっぱこう事情があるんだなっていう、うん、嫌いいじゃな,い <laughs> なん一瞬さほらなんかさもう見かけとかさなんか人って表面的になんか、うん、あこの人苦手かもってこうジャッジしたくなっちゃうじゃないでもなんかそうじゃないんだな、ね、やっぱこう中身を知るとカエルくんもなんかいいやつに思えてくるしあののネズミよ最後の、うんうん、あそこ感動したっすよね。<laughs> あのセリフを言うためだけに僕はこの作品をあそこにかけやってますあそこにあとは20%ぐらいの力でやってます<笑><笑>すごい肯定されるななんかなんだろうあの語弊を恐れずにそんな感じにしたっすなんか <laughs> 嘘つけ<笑><笑>何,て何て言ったらいいんですかそれくらいあの最後のあそこがめっちゃよかったほか20%とは思わないですよでも爆裂よかった,、うん、なったっす先輩もなんか <laughs> 一回さこうあのネズミがラーメン屋かななんかこう入るのを見かけてこう、近づくんだけどやそそそそこ、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 なんかあれの切なさもあるしさでもなんかそんなにカエルのことをさ嫌わないなんかちゃんとこう「なんだあいつ」って言ってるのがいいですねとか確かに何か異物感が入ってきたっていうのをなんかこう さしてくださいとかそういうふうに雰囲気じゃなくてちゃんと異物感として入ってってるっていうのが、うん、なんかこうかなんだあいつっていうのいそうなんか表現をしないで、うん、じゃなくてちゃんとなんだあいつっていうのを、うん、みんなちゃんと思ってるんだっていう共通、うん、みんなをロそしてそこがそこからやっぱりね素晴ら君も今言ってた通りカエルの嘘リーがあって、うん、っていうのがすごく感動でする やっぱどうしてもカエルの話になっちゃうから、うん、カエルやった勇気から俺ららそれぞれぞの役を褒めてもらおうか、うん、あ確かにすワニとネズミのやっぱりこの2人の最初の本当に何て言ったらいいのかな日常に本当にありそうなこう2人っていうか友達の関係っていうかそれが本当に自然で何て言うんだろう無理してないし。 なんかこう自然の時をこう見せてくれてるようなだからそれがこう原作の,あの100日間をすごいもうあの結構キュッとなってるけどなんかそこで全てがこう見えてきてで先輩との恋模様だったりとかここがやっぱあの恋っていうものってやっぱり人生においてすごく忘れられないものになるそこでまた家族のことを思ったり。 でモグラはモグラで犬,犬ちゃんとこう進展していくっていう最初のこの皆さんのバランスがあるからこうカエルが本当に異物感として入っていけるっていうなんかそれはすごくあってもうなんだこいつって言われにいってるんですよなんか僕は。ここのの皆さんの中にあの異物としててう入って 行くにはあのなんだこいつが聞かなきゃいけなくてでやっぱり失ってからの皆さんのこう近づこうかなんと言葉をかけようか自然に今まで通りになれないあの雰囲気もなんか絶妙っていうか人間って言いたいこと言えなかったり案外顔に出さなかったり、ま、人間 じゃないけど人間模様がこの作品にすごく出てるなって皆さんを見て思いました100日間生きたわりは7月9日金曜日全国公開です映画館でお待ちしております